ドラクエ堀石、欧米左翼活動家に大批判される。こんにちは、賢者エリです。キアリク、例の話に欧米左翼活動家が入ってきて大変なことになってます。先日から話題になっているドラクエ堀井さんとマシリトさんの対談ですが、欧米諸国でも話題になってて、あのイーロン・マスクが参戦したことでまだまだ議論が白熱しています。そんな中、欧米 SNS 上で特に堀井さんの発言に目をつけたアメリカの左翼活動家が猛反論。なんと堀井さんのことを差別主義のナチス野郎と批判。それに賛成するように別のユーザーも、こいつらは右翼でドラクエは最低な作品だという声も続出しているんですが、衝撃的なのはあの鳥山先生のことをバカにするような書き込みがあったことです。絶対に許せない。一ドラクエファンとしてあの対談にはもう同意一直線だったんですが、これらの左翼活動家には本当にイライラさせられます。それではことの概要と現地の反論人気たちの声を一緒に紐解いていきましょう。高評価ピオラ。ドラクエの生みの親堀井雄二氏、ドラクエ3リメイクに求められるジェンダー観念に議論を呈したことでナチス右翼と中傷されるという激怒記事ですね。東京ゲームショーで元少年ジャンプ編集長のマシリト氏と共に行われたインタビューで、堀井氏は今作の女性キャラデザインの変更について、なぜ露出部分が少なくなったかについて質問された。実際の動画がこちらですと行きたかったんですが、今この対談動画がめちゃくちゃややこしいことになっているようなんで代わりに音読します。とあるアカウントの翻訳によると以下のようだ。堀井氏は、そうですね、今作にはいろいろ規制がありました。肌の露出が多すぎるのはダメだそうです。私も理由はよくわかりません。露出が多すぎると年齢制限が上がるみたいです。全年齢向けとして販売できないということです、と付け加えた。マシリト氏も続けて、コンプライアンスという名のもとの絶対神と言うべき善の名を借りた悪、美しさと醜さ、善と悪は人それぞれなので誰もが不快に感じないコンテンツなどありません、と付け加え、特に欧米では宗教的な概念がありますよね。彼らのコンプライアンスの考え方は本当に狭いです。こんな馬鹿げた国とビジネスをするのは本当に面倒くさい。そこから日本も悪影響を受けています。最後に堀井氏は、男性と女性の選択肢がなくなったことについて、今作のドラクエでも今は男性と女性は選べません、これについて誰が文句を言うのか分かりません、と締めていた。個人的に彼らには全面同意ですし、ウォークの作品はもうこりごりだ、やっぱり日本人は分かってるなという欧米人は結構多いみたいで、あのイーロン・マスクさえ同意したことで先日話題になってたんですが、欧米の左翼活動家は堀井さんの発言に対して大反対しているようです。堀井氏が語ったキャラクターの性別に対して AB 表記にすることへの疑問がゆえに、堀井氏をナチスと呼び批判する活動家が増えているようだ。とあるユーザーが、堀井雄二がナチスになるというのは想像できなかったと発言したことが話題になっている。ちなみにこれがそのユーザーのアカウントですね。ゆきおという日本風の名前ですが、マサチューセッツ生まれの25歳ということで、Any pronouns ということでめちゃめちゃポリコリしてますが、批判されまくってるからなのか今は鍵やかになってます。堀井氏を批判するツイートに対して、なんで彼の発言がナチスになるんだと別のユーザーが反論したのだが、文化戦争をやりたいナチスたちを誘い出そうとしているからだと返信していた。一生懸命作ったゲームやキャラが検閲されたら、それ堀井氏も批判したくもなるだろう、それを批判するのはおかしいんじゃないのか、という反論に対して、幸男氏が、 CERO 規制が理由で検閲されたんだが、これは今に始まったことではない、タイプ AB 表記は検閲ではない、と根拠もなしにそういう返信をしていたと。挙句の果てには、いや今になってキャラの服装を検閲されたことに対して彼らは怒ってるんだが、ちゃんと動画を見た上で批判してるのか、と質問され、いやドラクエは2012年から同じデザインを使っていたが、布の色が変えられただけだ、時間がなかったから動画自体は見ていない、といった感じで動画すら見ずに根拠のない話をダラダラ垂れ流していたと。そして堀井さんをナチス、つまり差別者呼ばわりして批判した結果、逆に炎上させられて鍵やかにしてしまったという感じですかね。思想ムンムンな活動家なんで、まあそんなことだろうとは思ってましたが、欧米の兄ちゃんレディットでも堀井さんは批判されていたんです。レディットのユーザーは堀井氏とマシリト氏の両方バカ野郎だと表現した。この二人が言うように、確かに外部が圧力を使ってクリエイターたちに指図をするのは間違っている、そして明らかに男性女性の選択肢をタイプ AB という言い方をするのは最も腹立たしいことの一つだ、とはいえこの二人は依然としてバカらしいことには変わりはない、だからこのゲームを買うつもりはないね、彼らが好きなようにゲームを作る権利があることは変わらないが、この年寄りたちの意見が日本代表のものであるかのように振る舞うことで、欧米が日本にポリコレ思想を押し付けていると訴えるのは馬鹿げている。この二人はチームの代表ですらないのだから、
とユーザーは結論付けた。このコメントに反論したいんですが、動画中のお二人の意見はほぼ全ての日本人の意見の相違だと思います。彼らが何らかの代表であるかどうかなんて関係ないのでは。もう僕自身も視聴者の皆さんの代表というわけではないですが、このチャンネルの運営者としてはお二人の意見に全面的に同意です。このスレッドはアメリカの DEI が私の大好きな日本のゲームにこんなことしてるとは、ゲーマーたちを立ち上がれという題名で4日前に作られていて、そこからものすごくバズってるんですが、他にも多くの批判意見があるようですね。別のユーザーは、鳥山と関係のあるやつがこんなに右翼的なのは驚くことではないと書き、鳥山先生まで批判するやつらが現れていると。鳥山先生もミスターポポなのでだいぶ批判されてましたからね、欧米左翼グループに。他にもこんなコメントが、ドラクエの責任者の恐竜、年寄りの比喩が何かコメントをするたびに、ドラクエファンじゃなくて本当に良かったと感じるよ。僕にとって日本の RPG の中で最悪なシリーズだからな。といった感じで、欧米諸国でもあの二人の意見に全面的に同意する声は多いんですが、こういった感じで批判意見、鳥山先生までも批判する不届き者が現れてしまっていると。民度が終わってる。個人的にドラクエシリーズは全ての作品の中で最高作品の一つだと思ってるので、感性が違いすぎるんでしょうか、彼らと。ということで、こういった批判的な意見に対しての現地の意見を見てみましょう。本物のファンなら検閲なんて欲しくないに決まっている。本物のファンじゃないな。異性愛者の男性が好きなものを壊そうとする。活動家以外の何者でもない。ファンでもゲーマーでもないだろう。ゲームを戦場にしたいだけだ。普通の人なら女性の露出を検閲するのは時代錯誤だって感じるはずだ。女性の体は美しいものだ。女性は文字通り血を流しそれを手に入れるのだから。この検閲を些細なものだと言っている奴らは本当に気持ちが悪い。必死に作った作品が検閲されるのは誰だって嫌だろう。検閲されて助かったわなんて人はいないはずだ。特にアーティストはね。皆さんの考えもコメント欄でよかったら教えてください。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく紹介してます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターもフォローしていただけるととっても喜びますので、よろしくお願いします。それでは一日を、シュッシュメラミ。I really wonder who's even complaining about this. I've been wondering the same thing. The body types 1 and 2. The idea that we're going to take the distinction of male and female and we are going to replace it in order to appeal to 1% under the illusion of inclusivity by using vocabulary that no one uses and taking away the vocabulary. How is this make sense? It is so stupid.And I cannot express how much I appreciate these guys saying this. These are the creators. This guy made Dragon Quest.